中島村は福島県中通り南部に位置し、西白川郡に属する村。阿武熊川西側沿いには古代の東山道が通じにぎわっていた。平安時代末期から道の区石川市の治める地となり、石川有光の小名滅光棒が名滅館を築いた。松崎には松崎館を築き、石川市の支配体制を強固にしていった。名滅館は、 文安元年には、白川雄貴氏家臣の船尾正忠が上手であったが、後に、佐竹支配下となり、天正18年、伊達政宗に攻められ落城した。吉子川地区は、隣接する、核勢力の争いによって支配者がたびたび変わった。幕末には、白川藩領、越後高田藩領、幕府領に分かれていた。母神戦争時は、現在白川市との境にある、 仮式坂から新政府軍が旧幕府軍を追って北側に向かって砲撃したとされている。総務庁統計局昭和55年国勢調査解説シリーズナンバーに都道府県の人口その7福島県の人口総務庁統計局1982年ほか年少人口率は喧嘩トップである。中島村役場住民生活課、広報 中島平成19年9月号総務省、統計局、統計で見る、市区町村の姿2007-2007年、福島県ウェブサイト、福島統計情報ボックス2007年9月28日現在、村長は一期4年。都市公園地区公園農村公園中島村には、鉄道が通っていないため、最寄りの駅を挙げる。高速道路及び国道は村内を通っていない。 ありがとうございます。